皆さんこんにちは測量手法令和3年度本試験の解説について始めていきたいと思います担当はレック専任講師島村ですよろしくお願いします、まあ、まずは皆さんどう,どうもお疲れ様でした、まあ、試験が終わるというのはですねそこまでいろいろ自分が割いてきた努力そういったことがま試される場ですので、えー、達成感疲労感いろいろな感情がですね皆さんの中にあると思います とにかくいろいろな意味でですねどうもお疲れ様でしたと最初に申し上げたいと思います。 今回、まあ、試験を受けたの私はこの仕事で受けているので、えー、22回目なんですけれどもこの22回受けてきた中でも90分経った時点での退席者っていうのはかなり少なかった印象を受けました要するに難しい試験だったというふうに感じていますその難しさもですね、えー、ちょっとこの切りきれない足があったりですとかあとはですね計算問題にしてもちょっと見たことがないようなタイプの問題が出たりとかいろいろな意味でやはり難しかったというふうに言えると思います でただですね、えー、測量司法試験は合格ラインは18点です。で18点あのこれを取るということは、まあ、きっちりですね例年通りの勉強をしていれば、まあ、なんとか届くことができたというふうにも思っています。で今年の難易度を考えていきますと合格率、まあ、高ければあの40%とか超える年もありますけれども今年はもしかしたら30%を切ってしまうかなっていう気がします。 通常であればボーダーラインの18点とか19点とかそういった点数で合格できたレベルの人たちが今年はもしかしたらちょっと危なかったのかなというような印象を持っておりますまあその中でですね、えー、合格点に達することができたらそれはとても価値のあることだったと思いますではですね、えー、測量司法の試験問題を解説していくんですけれどもこの問題察し試験時間最後までいればもらえるんですけれども体積してもら ししてしまうとですねね途中でででししててまうともらえいいないんです、ね、ですので必ずしも皆さんのお手元にこちらの問題冊子があるかわからないですのでできるだけプレゼンターの方にこちらを移しながら解説の方をしていきたいと思います。ではあのこちら問題の方を移してみましょうね。 えー、測量手法の試験の問題、当然28問あります、これらをですね順番に見ていきましょう。でまず1問目、ですね、えー、次の A から E の部分は測量法に、えー、規定された事項について述べたものである、明らかに間違っているものの組み合わせはどれか、次の中から選べ、まあ、全部読んでもいいんですけれどもお、おそらく皆さん知りたいのは回答だと思いますので、えーまあ、ポイントになるところだけですね、えー 見ながら答えの方を考えていきたいと思いますでまずこの中では間違っている足ということですけれどもまず B ですね、えー、B 基本測量および公共測量以外の測量とは基本測量および公共測量を除く全ての測量をいう。 ただし建物に関する測量その他の局地的測量及び消縮着図の調整その他高度の精度を必要としない測量は除くとありますがこれは罰なんですね測量法の適用を受ける基本測量及び公共測量以外の測量というのはですね公共測量基本測量の測量成果を使用して そしてですね、えー、という条件があるので、えー、ここのその限定がないので、えー、基本測量および公共測量のくすべての測量がそれではないということです、まあ、測量を定義するといろんなものがあるわけですよね、えー、ただ測量法の適用を受けるものには測量成果基本測量等の測量成果を利用すると使用するというものがありますのでこれは該当しないよということで B はバツですね、えー、そしてあとはですね E これが誤りです 測量記録とは当該測量において最終の目的として得た結果を言い測量成果とはあ測量記録を得る過程において結果を言うこれ逆ですね。えですので B とと E がが誤りりですので、す、えー、す。の4番正解なまこれはですねえちょっとすぐあこれ4番が正解だっていうのを特定するのは難しい気がしますけれども消去法で何とか答えられたのかなと思っています。 でこの2番,2番がですね非常に難しいいと自分は思っています、えー、読んでいきますと次の A から E の文は公共測量における測量作業機関の対応について述べたものであるその対応として明らかに間違っているものだけの組み合わせはどれか次の中から選べ。 えー、まずこの A を見てちょっと笑ってしまったんですけれども新型コロナウイルスの感染症の拡大防止対策としてトータルステーションによる基準点測量の現地作業においてマスクを着用し近い距離での大声の会話を避けて観測を行ったと。 まあ、ついに測量資本の問題までコロナ出てきたかと思ってしまったんですけれどもこれはまあ,あの絶対的に丸ですねこれを軸にして他の選択肢を特定していくことがあできると思いますこの A が含まれている1と2というのは必ず正解にはならないということですねでその後 BCDE という足を見ていくとちょっとどれも曖昧な感じがしていくんですねえっ、ー、とですね、えー ここで間違いの足として特定したいのはまず C です。C の測量資法の資格を有していたため測量士が立案した作業計画に従い測量技術者として公共測量に従事した。 測量技術者として公共測量に従事するためには測量資本の資格を有しているだけではなくて、えー、登録をしていないといけないんでしたよねですので、えー、この C は絶対的に誤りということになります逆に選択肢の方を見ていくと この C を含むものというのは2と4ということになるんですが2の選択肢は A と C の組み合わせになっています。A は先ほどのコロナウンドですので絶対合ってますので、えー、この時点でですね、えー、まあ4番が正解、えー、ごめんなさいあまあ C が含まれている選択肢はあと4番しかないので4番が正解ということになりますね。 他の選択肢、ちょっと曖昧なような気もするんですけれども、まあ、一応ですね、えー、正しいということになりますね。えー、まあ4番のが正解ですから、C と D が誤りで、えー、他は B と E は正しいということになります。ここちょっと疑問があるので、えー、まあ、うん、ちょっと難しい問題だと思います。えー、と3問目ですね。えー、3問目次の あおよび A」に入る数値の組み合わせとして最も適当なものはどれか次の中から選べなお関数の数値が必要な場合は端末の関数表を使用すること点 ABCD で囲まれた四角形の平坦な土地 ABCD についていくつかの変調と覚悟を 角度を観測したところ角 a b c 9 0 °各角 d a BC 90 b 1 0 5 ° a b b c 2 0 m a d 1 0 m であったこの時 AC は a ー,ーであり土地 a b c の D の面積は1メートルであるとあるんですが、これ与えられた条件を図にするとこんな感じになります。ちょっと手書きで申し訳ないんですけれども、ABC の角度が90度で AB と BC が20メートルずつですよね。二等辺三角形になります。この時の斜辺の長さこれ計算しますと28.284になります。で面積を計算するのに DAB が105度ですから DAC の角度が 60度になりますこれを使ってですね、えー、この三角形の底辺の高さを計算したりするとですね、えー、近いものを選択肢から選ぶと2番ということになるんですね2番の組み合わせとなりますでこの面積を計算する方法というのはまあ、このここに示した AC を底辺として D の高さを求める方法のほかですね AD を底辺として C までの高さを求める方法もありますで、そちらを使うとより選択肢に近い値になりますがまあどちらにせよ選ぶのは2番ということになりますねはいではどんどんいきますで、4問目ですね、えー、読んでいきますと次の文は地球の形状の基準 およびい地球の形状及び測量の基準について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べこれ絶対落としてほしくない1番が正解ですこれが誤り標高とは地球の形状と大きさに近似した回転楕円体の表面から平均海面を陸側に延長したと仮定した面までの高さであるとでこれがですね、えー、誤りで正解になりましてえ他の足もいつも出ているやつですので、えーまあ、合っているということはお分かりになると思います では5問目ですね。 え次の A から E の分はトータルステーションを用いた基準点測量の点検計算について述べたものである明らかに間違っているものだけの組み合わせはどれか次の中から選べで点検に関して作業規定に定めがあるんですけれども A から D っていうのはほとんど作業規定の文章そのままなんですねただ B のところの点検路線はなるべく長いものとするというところはなるべく短いものとするとなっているので B は×なんですね。 E の点検計算水平位置および標高の併合差の結果が許容範囲を超えた場合は点検路線の経路を変更して再計算するっていうのはあのこのつなげ方が駄目だったらこっちでどうかなって試していいのかそれはですね本当はどうつなごうが許容範囲内に収まっていなければ誤差が大きいわけですよね。ですんで、えー、誤りということになりますから BE の組み合わせで4番が正解になります。 はい次6問目ですね。えー まあ問題文だけ読んでいきますと図に示すように多角測量を実施し表の通り強角の観測値を得た新点1における基地点 B の方向角はいくらか最も近いものを次の中から選べ基地点 A における基地点 C の方向角 TA は225度12分40秒とするとでなお関数の数字が必要な場合は間末の関数表を使用すること面倒くさいんですけど自分もですね実際試験の場でこういうふうにですねえ方向角の 計算を順次していくわけです。これずっと計算していくと、まあ、135度20分10秒ということで、4番が正解になるんですね。で、これ面白いなと思うのは、選択肢の方で方向角1から3は明らかに違うだろうっていう気がするんですけど、まあ、なぜかこういう数字を用意していましたね。絵的に見ても明らかにこれは第二象限に属するはずなんですけれども、まあ、こういった数字になぜかなっていました。で、これもですね、答えてほしいです。 特に将来的に土地価格調査士を考えているんであれば方向角の計算はある意味申し訳ないんですけれどもできて当たり前になってしまいますので、えー、ここはですね是非、えー、解いておいてほしい問題でした。で7問目ですね。 次の A から E の部分はトータルステーションを用いた水平角観測において生じる誤差について述べたものである明らかに間違っているものだけの組み合わせはどれか次の中から選べでこれはあの D と E ですね、えー、5番が正解になりますで基本的な問題ですので、えー、これもですね落としてほしくない問題でしたはい8問目ですね、えー GNSS 測量器を用いた、気線解析による気線ベクトルの計算なんですけれども、こちら、もう問題文も読みません、毎年、毎年って言ったら誇張し,てしすぎですね、かなりの頻度で出てくるものですよね。でこちら表を見ていただいて、ベクトル成分 X の X 座標差は200。 で y の座標差はあ500 z の座標差は200で200 500 200そのまま計算すると面倒くさいので2の二乗5の二乗2の二乗という風に計算していきますとおまあ4たす25たす4で33という数字が出てきますでルート33をお漢数表を見てそれを100倍すれば答えである2倍あ2倍の574.456メートルを得られているはずです。 8問目の正解は2番とということになりますね。で,9問目ですねで。この9問目が非常にちょっと今まで見たこともないような問題でとてもとても難しいこれはあ,のある意味落として当たり前な問題ですのでできなくても全くある意味あの恥ずかしくない問題ですね。 公共測量の二,重二級基準点測量において電子基準点 AB を基地点とし基新点 C に GNSS 測量機を設置して観測を行った後セミダイナミック補正を適用して元気における新点 C の Y 座標値を求めたい基線解析で得た基線ベクトルに測定誤差は含まれないものとし基線 AC から点 C の Y 座標値を求めることとする元気における電子基準点 A の Y 座標値 観測された電子基準点 A から新点 C までの基線ベクトルの Y 成分観測時点で使用するべき地殻変動補正パラメーターから求めた各点の補正量がそれぞれ表9の1、9の2、9の3の通り与えられるとき元気における新点 C の Y 座標値はいくらか最も近いものを次の中から選べただし座標値は平面直角座標計における値で点 AC の X 座標値及び楕円対向は同一とすると。 えー、これあの本当に見たこともないものということで、うん、難しいですあのまず電子基準点 A の元気における Y 座標値元気というのは通常2011年をきあの元気としているわけですけれどもおその時を基準としたらあの A は Y 座標値はゼロなんですね。で気線ベクトル成分が今回測量した結果 A から C までがプラス1 0 えと1万5千メータータですね、えー、ただ電子基準点 A は地殻変動補正パラメーターから求めた Y 方向の補正量元気から今期その2011年からこの測量を行った時までにおいて A 点においてはあ Y 方向の値についてマイナス3センチ補正しないといけない元気から今期においては。 逆に進展 C においてはプラス3センチ補正しなくてはいけない。でもそれは元気から今期なんですね。問題で言ってるのは今期の成果を元気にしたいんですね。ですからプラスマイナスを逆にして計算していくんですね。ちょっとごめんなさい図が薄すぎて見るかわからないんですけれども、もともとですね、えー、この1万5000 4ゼロ0 4 0と15,040っていうのが今回の気線ベクトル成分なんですけれども出発点においてはマイナス3ンチだったからこそ今度は戻すためにプラス3 c においては プラス3センチだったからそれを今期から元気に戻すためにマイナス3センチ3センチずつここの間が縮んでしまって合計6センチ縮んだことによって1 4 9 9 9 9 8 0ー,ーということで一番の基線ベクトル成分、まあ、この座標値が正解ということになりますね。 で、ごめんなさい。あの、ちょっと説明が分かりにくかったと思うんですが。あ、まあ、ともあれ、一番が正解とを考えているということですね。十問目です。次の a から d の分は、水準測量における誤差への対策について述べたものである。A から a に入る語句の組み合わせとして、最も適当なものはどれか、次の中から選べ。a。A を小さくするには。 レベルと三脚の特定の二脚を進行方向に平行に整地しそのうちの1本を常に同一の漂尺に向けて観測するまたレベルの成順はあ望遠鏡を特定の漂尺に向けて行う。アに入るのはこれ延長軸誤差ですよねでちなみに先に D を読んでしまうと D 漂尺台の沈下による誤差を小さくするためには公子全子 前志後子の順で観測すると、この2つの選択肢が特定できただけで、まあ、5の選択肢あ、この選択肢があ,、まあ分かっちゃうんですね。正解が5だということがわかるんですね。で、まあ、b のところには基準距離を可能な限り短くする方がいいとで、そして c のところには漂尺の0.5。差はああ、観測点数を偶数にすることで小さくできるということで、結局5なんですね。これも答えてほしい問題ですね。 はい、次 11, ですで11次の文は水準測量における5歳の対策について述べたものであるあごめんなさい失礼これ今10ですね11次の文は公共測量における水準測量について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べこれ多分迷おうとすると1か4なんですよ。 2、3」「5」っていうのは再三見てる足なので1と「4」どっちかなっていう感じですね。で「1」「主簿に誤った特定値を記載したので訂正せずに再観測を行った」「あれ、どうして?」っていう気がするんですけどこれ逆の言い方の選択肢っていうのは過去何度も出てますね。観測主簿は訂正してはならないと。訂正してはならならら、いんだからあー誤って書いてしまったものを、まあ、訂正しないでじゃあもう一回測ろうか」 再,再観測を行ったっていうのは実は普通に正しいんですね。となると4番ですね路線に見通しの利かない曲がり角があったため両方の漂着が見える間取り曲がり角にレベルを設置して観測した見えないんだからしょうがないじゃんという気がしますがあ基本的にレベルは両標尺を結ぶ直線上に設置したいんですね。 じゃあどうするのっていうことですけれどもお、まあ、曲がり角があるんであればあらかじめですね、えー、距離を調整して曲がり角のところには漂尺が来るようにするんですねレベルを置かないで漂尺が来るようにして、えーまあ、あの観測ができるようにしていくんですね。で4番が誤りで、えー、これが正解となります。はい、どんどんんきます。で12問目。 ですね12問目はこれは温度補正の問題ですので文章の方は読みませんこれえちょっとですね、えーまあ、数字が細かいので計算大変なんですけれども今回は観測高低差がプラス 40m という形で、えーまあ、ざっくりあの計算しやすい数字を与えてくれていますでプラスマイナスとか位取りに間違わずに計算ができれば3番の正解を選べたはずだと思います。はい 次13問目ですね、えー、こちらですね距離の逆数を重要に取った重量平均計算ですね、えー、これもよく出題頻度が比較的高い問題ですね、えー、一時期は毎年のように出てたんですけれども最近はあのそれほどではなくなっていますが重要な論点ではあったはずなので皆さんこちらも答えられてほしい問題ですねで3つの点から標高と観測高低差 そして観測距離が与えられていきますでそれぞれ A 点からの標高を求めると5.216メーター B 点からは5.228メーター C 点からは5.219メーターになります観測距離がそれぞれ2キロ4キロ1キロなのでえそれぞれ観測距離を逆数に長量にとって、えー、整数の比率で考えていきますと 2, 2対1対4の関係になりますそれぞれの観測標高に重量をかけて重量平均 計算しますと答えとしては2番を選べるようになるはずですねはい14問目です 次の A から E の部分は公共測量における地形測量のうち現地測量について述べたものである明らかに間違っているものだけの組み合わせはどれか次の中から選べでこれは、C、まず C ですねで C を見ていくと細部測量とはトータルステーションまたは GNSS 測量器を用いて地形を測定し数値標高モデルを作成する作業を言うと書いてありますが数値地形モデルですよね C は×です D トータルステーションを用いた地形地物などの測定は主にスタティック法により行われるとありますがこれはですね放射法ですよねトータルステーションを使って行う場合は放射法ですしスタティック法っていうのは機械を固定して観測を行うので地形測量の中では TS 点の設置などには向いていますけれども地物の測定には全く向いていないということになります組み合わせとしては CD4 番の選択肢が正解となります で次15問目ですね。えー、見ていきますと、次の A から D の文は公共測量で作成される数値地形図データについて述べたものである。A から A に入る語句の組み合わせとして最も適当なものはどれか、次の中から選べ。で、これ、まず A ですね。数値地形図データとは地形や地物などの位置と形状を表す座標及び属性です。属性なので構成されるデータであると。えー、B 測量の概覧数値地形図データの内容および構造データ品質などについて体系的に記載したものを E はですねこれ製品使用書と言いますよねで C 地,地図情報レベルとは数値地形図データの地図表現精度を表す指標であるとで D 細部測量や現地調査などの結果に基づき数値地形図データを編集する工程を数値編集ですよね 組み合わせとしては2番が正解になります。で、これもですね。例えば胃のところに入るものがわからなかったりしてもまあですね。他のところの語句から答えは選べたかなと思います。16問目。これも微妙に嫌な問題ですよね。 えー、空中写真測量においてと内容はもう読まないですけれどもこちらの問題似たたよようなものはありましたよねえ実際に測ったものと標高点の標準偏差を計算しようというのが過去2回出ていたと思います。 考え方としては同じなんですねあれは残差を計算したりしましたけれども今回の場合は、まあ、今回の場合もと言ってもいいと思いますが計算する方法がですね問題文中に示されていますのでこれにのっとって計算をしていきます。で地点番号1のところデルタ x は1.0ですよねでデルタ y は4.0とありますがこれらの数字を全部自乗していきます。 1> 1なとということになりますよ、ね、でそれぞれ得た数字が1936254となります。 でそしてですね、y のところは16、16、990となりますので、それらをすべて合計すると、デルタ x とデルタ y のですねこちらの合計値というのは125になります。この125っていうのは何かというと、デルルタ S ののートを開く前の数字なんですねでこのデルタ s のルートを開く前の数字というのは、あまあ、ごめんなさいあの、この2つ目の式におけるルートの中の分子に当たる数字になります。 でこのルートの中の分子にあたる数字が合計した125になりまして N の方は5箇所ありますからあ 125÷5 で25になります25をルートで開いて3番の 5.0m という 値を得られるようになりますね、えー、こちらですね問題自体は本当にまあある意味初見とも言えるし見たことがあるとも言える問題の中に計算方法が書いてありますのでそれに従って計算をすればまあ解けたかなという気はしますでも解けなくてもおかしくない難易度だと思っています十七問目ですね次の文は空中写真測量の特徴について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べ これ間違っているものを見ていくと1、撮影高度および画面距離が一定ならば航空カメラの撮像面での阻止寸法が大きいほど撮影する空中写真の地上画素寸法は小さくなるこれはですね、そんなことないですあの逆ですね、阻止寸法が大きいほど撮影する空中写真の地上画素寸法は大きくなるんですね。 えー、縮尺が例えば1万分の1であれば寸寸法法の1万倍が地上画素寸法になりますこの縮尺というのはですね、えー、対地撮影高度と画面距離の比率ですから撮影高度が高くなればなるほどどん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 縮尺の分母が大きくなりますので結果としてあの地上ガ素寸法は大きくなるはずなんですね。 で多分気になっただろう足があと3番なんですね他の撮影条件が一定ならば山頂部における地上画素寸法はその山の山麓部におけるそれより小さくなるこれ合ってるんですよこれなぜかというと1番の足を実は言い方変えてるだけとも言えるんですが山がある場合に同じ写真の 同じですね、えー、条件が一定ならばというのは同じ写真で写した場合とも言えるわ,わけですけれども三六部と山頂部では山頂部の方が縮尺が大きいですよねこのことは皆さん知ってますよね縮尺が大きいということは写真の縮尺で表現すると縮尺の分母が小さくなるということですよね千分の一と二千分の一の写真を比べて千分の一の方が縮尺が大きいですよね でも縮尺の分母の値が小さいってことは画素寸法は小さくなるということですもんね地上画素寸法は小さくなるということでやはり位置が誤りということになりますね。18問目 これはですね、えー、解いてほしいいつも解いている問題だと思います。画面距離9センチ画面の大きさ1万6000画素 ×1 万4000画素撮像面での素子寸法5マイクロメーターのデジタル航空カメラを延長下に向けて空中写真を撮影した海面からの撮影構造3100メーターとした場合撮影基準面での地上画素寸法はいくらか最も近いものを次の中から選べただし撮影基準面の標高は400メーターとすると ありますねで、これ撮影基準面の標高が400メーターですから対地撮影高度は3100メーターから400メーターを引いた2700メーターということになります画面距離が9センチですから9センチと2700メーターこれ割り算しますと3万3万分の1という縮尺であるということがわかりますねあとは5マイクロメーター つまり、零点ゼロ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 五メーターに。三万をかけた数字。零点一号メーター、つまり十五センチ、三番が正解とわかるはずです。これは解いてほしいですね。特に、あの、今年は解いてほしいと。難しい問題もあるのでね。十九問目、これを解けた人は少ないと思います。ですから、これ解けていったら、多分、他のも。 溶けちゃってるんだろうなっていう安心感がありますね画面距離10センチ撮像面での素子寸法が10マイクロメーターのデジタル航空カメラを用いて対地高度2000メーターから平坦な土地について延長下に向けて空中写真を撮影した空中写真には東西方向に並んだ同じ高さの2つの高等 ab が写っている チリン地図上で計測した高等 AB 間の距離が 800m 空中写真上で高等 AB の先端同士の間にある画素数を4,200画素とするとこの高等の高さはいくらか最も近いものを次の中から選べただし撮影コースは南北方向とするまた高等 AB は延直方向にまっすぐ立ちそれらの先端の太さは考慮に入れないものとする。 なお関数の数値が必要な場合は関末の関数表を使用することこれ読んだ時に一体何をどう答えていいのか全くわからなかった人がかなり多かったんじゃないかなと思います。まあ、それでもですね与えられたものから何か分かるものはないかなって考えていくんですね。 えー、まず今回考えてみると画面距離10センチ対地高度2000メータータ言っています撮影基準面については特に書いてないのでこの時の対地撮影高度が2 0 0 0ーだとすると写真の縮尺は2万分の1になりますよね。で2万分の1になって撮像面での寿司寸法が10マイクロメーターだったら10マイクロメーターの2万倍。 これ計算しますと 0.2m になるんですね。ここまではさっきの計算問題と同じ、全く同じ計算なので、えー、さっきの問題が解けた人はここまではわかると思います。1画素の大きさが 0.2m で、それが4200画素分あるんですよね。4200画素分あるので、4200に0.2をかけてみるんですね。で、ちょっと、 薄い絵で申し訳ないんですけど、4200画素に0.2をかけるとこの間の距離っていうのは840メーターというふうに計算されてしまうんですね。でも地理イ地図で確認したらこの二つの高塔の間の距離っていうのは800メーターしかないはずなんですよ。800メーターしかないものがあたかも写真上では840メーターのように写っているわけですよね。 800メーターから見て840メーターというのはどういう数字かというと5%増しということです1.05倍に移っちゃっているんですねで1.05倍に移っているそんな数字だからわかりづらいんですけどこれがですね800メーターが逆にですね、えー、例えば1000メーターとか1200メーター1600メーターというような極端な大きさに移っていたらこの問題はなおわかりやすかったと思うんですが。 例えば写真の縮尺が2倍になったらその時のですね対地撮影コードはその逆数の2分の1倍になりますよね。ということは今回 800m が5%待ちつまり1.05倍に写ってしまったということは対地撮影コードが1.05分の1になっているんですよ。 ですのでちょっと電卓使っちゃって申し訳ないんですけど、対地撮影高度の2000メートルを1.05で割るんですね。そうすると1904.05、まあ、という数字が出てきます。これは対地撮影高度なので、ここから2000メーターを引けば、まあマイナスついちゃってますけれども95っていうのがこの間の距離ということになります。ですので高塔の高さは95メーターで5番が正解になるということなんですね。 はい、これ本当あのちょっと今までない計算だったんであの難しかったと思います。と解けなくてあ,ある意味当た,当たり前ですね。 はい20問目、えー、次の文は無人航空機を用いた測量について述べたものである、明らかに間違っているものはどれか、次の中から選べということですけど、これ、悩みつつも、ですねまあ3番かなというのがわかると思います。あの1回、去年、問題でも出てますし、3、あ空港周辺以外であれば、自由に UAV を用いた測量を行うことができる。 航空法というのがあって地表面から 150m 以上を超えている部分というのは規制の対象になるんですね。ですので、えー、空港周辺以外であればどこでも何してもいいよというわけではありませんから様が罰です、ね、これはまあほのがですね、まあ、明らかにやってるっぽい足なので、まあ、消去法でいけたかなという気がします。で21問目。えー 経度計算ですで経度計算で今回はあ2つの最近あのよくありがちなあ図画の四隅とかではなくて、えー、三角点の緯度を与えられるというパターンですね。で左の上の方にこちらですね 29.5m ーーの三角点。 で右下の方に 14.3m の三角点がありますので、えー、図鑑と平行になるようにそれぞれ線を引いてであとはこちらのですね博物館美術館の記号を見つけたらさらに左と下なりに向かって線を引いてそれぞれの長さを使って比例計算をするんですねで。比例計算を正しくできれば3番の選択肢が選べたかと思います。 はい次22問目ですね、えー、次の文は地図投影法について述べたものである明らかに間違っているものはどれか月の中から選べこれは間違っちゃダメなやつですね、えー、1番です清拠図法は地球上の距離と地図上の距離が正しく対応させる図法でありまあ、これはいいんですよここまでは でも任意の地点間の距離を正しく表示するることができる地図上であればそのね正距図法で表された地図上であればどことどこでも正しいよっていう特徴は持ってないんですねある一点からある経緯度からそういったですね特定の条件を満たす場合にの,りのみ距離が正しく表現できるのが正距図法ですので一番が誤りで正解となりますね。他の選択肢にに難しいところは特になりません はい、で次ですね。ごめんなさいちょっとなかなかめくれない。えっ、ー、と23問目ですね。 次の A から E の部分は一般的な地図編集における転移の原則について述べたものである明らかに間違,っているものは間違っているものだけの組み合わせはどれか次の中から選べで間違っているものを挙げていくと A と D なんですね A 道路と三角点が近接しどちらかを転移する必要がある場合三角点の方を転移する三角点平面位置を表す基準点は何があっても絶対に転移しませんので A は×です D 鉄道と河川と道路がこの順に近接し道路を転移する際にそのスペースがない場合においては鉄道道ととと河川との間に道路を転移してもよいとこの転移する際にそのスペースがない場合っていうのはどういうことかっていうと多分地図の図画枠のところギリギリなんでしょうね。でそういうい場合には 本当は鉄道河川鉄道なんですけれども鉄道鉄道河川にしていいかということなんですけどそんなことあるわけないので誤りですからあ2番の組み合わせが正解ということになりますね。えー、24問目次の A から E の分は GIS で扱うデータ形式や GIS の機能について述べたものである明らかに間違っているものだけの組み合わせはどれか次の中から選べということなんですねえーえー、とですね。 まず A なんです GIS でよく,でよく利用されるデータにはベクタデータとラスタデータがありベクタデータのファイル形式としては GMLKMLTIFFTIF ですねなどがあるとこの GMLKML っていうのはなかなかちょっと分かんないんですけども TIF っていうのはこれはですね、えー、ビットマップデータですよねつまりあのー 写真の JPEG のようなラスタデータですので、えー、このです、ね、TIFF っていうのを見れば、まあ、他のね GML、KML はともかく間違いだっていうのが分かったと思いますで選択肢の方を見ると A が誤っているものであればもう1番か2番かしかないんですねですからあと B と C を検討すればいいということになりますで、B えー、居住地区の明治期の地図に位置情報を付与できれば GIS を用いてその位置精度に応じた縮尺の現在の地図と重ね合わせて表示できる重ね合わせるために、まあ、そういったことができるかなんですけれども きちんとです、ね、位置情報を付与できればそういった重ね合わせて表示することはできますので B は正しいということになります。で C のですね国土地理院の基盤地図情報ダウンロードページから入手した水害線データに対して GIS を用いて標高別に色分けすることにより浸水が想定される範囲の確認が可能な地図を作成できるとこれまあなんと言いますかあのこの水害線データっていうのがちょっと はっきりあのなかなかごめんなさい今の段階で断定できないんですけれどもこちらのです、ね、地図情報の中でこの水害線データの中にその標高のデータも含まれているのかってちょっと今わからないんであのごめんなさいこちらに関しては、まあ、B が正しいであろうとするならば、まあ、C は相対的に間違っているのかなということであの正解としてはですね2番の AC の組み合わせを誤りとしたいと思います。 はい25問目です次の文は公共測量における路線測量について述べたものである明らかに間違っているものはどれか次の中から選べということで,でこれはですねえー、どうですね4番の足ですね、えー、横断測量とは中心位などを基準にして地形の変化点などの距離および地番号を定める作業をいう。 横断方向には原則として印象,点杭を設置する印象点というのは重要な杭が防湿なくなってしまった時に備えて目印となる杭を設置するものですからこれが誤りかなということで4番が正解となりますね、はい、で26問目、えー、図の次の図に示すように視点 BC 終点 EC 曲率半径 R=1000m イコール広角 i イコール3 6度の円曲線。 直線および直線を組み合わせた道路を建設したいとでこれ図がですねなかなかちょっと見たことない図なので答えにくいかと思いきや 普通にですねカーブレンクスが計算できれば計算できちゃうんですねで与えられた重点ごめんなさい手書きで図に書いていくとこの最初の直線部分が 215m で最後の直線部分が 500m ですあとはカーブレンクスたる BC から EC の距離が分かればいいんですねでなかなか気を使ってるなっていうのが口角が36度なんですね一周が360度ですから計算しやすくしてくれてるんですね でまあ、この、ねえー、円弧の計算 1,000m×2×3.14×360° 分の36計算しますと 628m になるんですねでこれ計算全部合計すれば4 1343m 番の13が得られます図は珍しかったですけれどもやってることは単にカーブレングス計算できるかななのでこれもですね、えー、落としてほしくない問題ですねで次のですね。 えー、27問目ですねはい。 表27は公共測量により設置された4級基準点から図27のように三角点の頂点に当たる地,、えー、地点 ABC をトータルステーションにより測量した結果を示している地点 ABC で囲まれた三角形の土地の面積はいくらか最も近いものを次の中へ選べでこういうパターンあの方向角と平面距離が与えられてしまったらあの座標法でそれぞれ点の位置をです、ね、計算して解いていかなくちゃいけないんじゃないかっていうふうに 思うんですがあ、実はそうではないんですね。で、これ補助線をいろいろと引いてみますで。こちらもちょっと手書きで申し訳ないんですが、基準点から A までの距離っていうのは平面距離 48m ですよね。そして基準点から C と B を見ると方向角、ごめんなさい、方向角が同じですから同一直線上にあるんですね。 ということは4級基準点と A と C で作る三角形と4級基準点と A と B で作る三角形っていうのは両方とも底辺を48とする2つの三角形なんですね違うのは高さだけなんですですすからこの大きい方の三角形から小さい方の三角形を引くとこちらが残るということになります。で4級基準点から A までは 48m でで。で 四級基準点と A を底辺とした場合の C までの高さは11.5メーターそして B までの高さは16メーターになりますなんでそんなことが言えるのかというと A49 基準点 C や B でできている角度この角度っていうのは30度なんですね。で30度であればこちらあの a 4級基準点から C までの距離である 23m とか4級基準点から B までの距離である 32m を使って、えー、それぞれコサイン3 0度をかけていくと、まあ、コサイン三十3零0 5ですから11.5とか16とかあそういったあこの底辺に対する高さを計算できるんですね。 そうしてしまえば、まあ、三角形を2つ計算してから引き算してもいいですし、高さの差を取ってえー、16-11.5で4.5です。4.5かける48割ることの2で計算してもどちらでもいいです。2番の108メーターが得られます。で、もう一つの考え方としてはさらにですね a 点から。 4級基準点 bc を結ぶ直線上に垂線を下ろします水線を下ろしますとこちらの部分のですね角度が30度ですからあ水線を下ろせばここの部分の角度が90度になりますでこっちはあのさ60度になりますので48の半分の高さが24になりますからそれを使ってですね 9m×24÷2 というふうに計算してもいいわけですね。えー、まあ,あの、ともあれ座標法を使わなくても、これは計算できますので、それに気づけば早かったかなという問題ですね。で、最後、28問目の問題です。えー、っと、すいませんで。28問目の問題は、河川測量ですね。こちら、綺麗なほう映しましょう。河川測量。 次の部分は公共測量における河川測量について述べたものであるということですがどれが間違っているかっていうと B なんですね距離標設置間隔は起点から下芯に沿って原則として 500m と書いてありますけれども 200m を標準とするということで2番が正解になりますで。これを全部まとめますと正解の一覧としてはこちらになっていきますね。 はいまあ、最初に映せよと思われるかもしれませんが一応順番としては説明した後に映させていただきます。でこちらがですね令和3年度のの回答の一覧となりますで難易度的にはやはりですね答えにくい問題があ数多くあったよ、まあ、数多くといっても34問というところですけれども特にですね2番とか 9, 9番目の問題とかですね24番目の問題もちょっと嫌だったかなそういったものがあったと思います。 解説としては以上ですねでこれで皆さんあの何らかの形でお手元にですね自分の正解詞をメモったものがあればですね自分が合格できたかどうかっていうのはある程度はっきりすると思います。もちろん申し訳ないことに今回例えば解説の中に誤りがあればあ、まあ、17点の方でも受かったりとかそういったことはありますけれども大体ですね合格の目安というのはついたと思います。 で測量資法きちんと合格できましたら、まあ、それが最後の目標であるという方もいらっしゃいますけれどもやはりですねその先にはこちらのですね特地科学調査士の試験をぜひ目指していいたただけたらと思いますでこちらの東京リーガルマインドでも土地価格調査士の講座というのはもちろんやっておりますで今ちょうどですね、えー、申し込んでいただくと9月いっぱいであればさまざまな特典がつくようになっております 小学生試験などもありまして、まあ、通常の20%割に加えてさらにですね受講料の割引などもございますので今回の測量司法試験で手応えがあったぞと。 でしかもですねまだ実は土地科学調査士のあの勉強を始めてないんだとかそういう方がいらっしゃったらですねぜひホームページの方を一度ご覧いただけたらあいいかなと思っておりますで最後は宣伝になってしまいましたけれども最初にも申し上げましたが本当に試験までお疲れ様でした去年今年の受験生はですねコロナのせいでですねいろいろ勉強のペースが乱されてしまったと思いますが皆さんの努力が実を結んだことをですね、えー、喜びたいと思います それでは測量司法令和3年度の本試験の解説講義これで終了いたします。お疲れ様でした